ダストチャンネル。ダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん。怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー。なる。怪盗変形獣デラックスルパンマグナムだ。イエーイ。最強にして伝説の武器がついに登場しました。こちらは怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーに登場するルパンコレクションの一つで、武器はもちろんなんとロボットにも変形するルパンコレクションになります。では箱のアップから見ていきましょう。正面のアップはこんな感じ。これがルパンマグナム。ダイヤルを回転、ルパンマグナムからロボに驚きの変形。このルパンマグナムの形状からこのロボットに変形するわけです。この変形ギミック楽しみですよね。これ後でじっくり見ていきましょう。箱の横側、ロボットが大きく乗っています。これが変形するロボットですね。反対側の横側、耳の裏側、 VS チェンジャーと合体し必殺攻撃をせよ。 VS チェンジャーとも連動します。箱の上側、 VS ビークルと合体、完成ルパンマグナムスペリオル。ブルーダイヤルファイターとイエローダイヤルファイターと合体することでルパンマグナムスペリオルに変形することができます。ここには基本的な遊び方が載っています。マグナムモード、ダイヤルを回してトリガーを引くことでロボモードに変形することができます。 VS チェンジャーと合体、 VS チェンジャーとの連動音声もしっかりやります。そしてこちら、 VS ビークルシリーズと合体、先ほど説明したルパンマグナムスペリオルに合体することができます。箱の下側には注意書き。今回のルパンマグナムはボタン電池 LR44 2個を使用します。これはあらかじめテスト用の電池がセットされています。では早速中出していきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、せーの、よいしょ、は、はい、中出してみました。中には取扱説明書とルパンマグナム本体が入っていました。では早速アップで見ていきましょう。横側のアップはこんな感じ。この部分の成形色は赤、後ろ側は成形色が黒になります。それぞれ所々に塗装がされています。ルパンレンジャーのマークだったり、ここは金色の塗装がされています。ここは緑の塗装ですね。ここもあります。これはメタリックブルー。こことかここも金色の塗装がされています。全体的に豪華な雰囲気がありますね。これが重厚部分のアップ。後ろ側に行くとこんな感じ。グリップ部分、ここはトリガーですね。上側、重厚部分、後ろ側に行くとここに個別認識ピンがあります。ここはダイヤルですね。ダイヤルはこのように回すことができます。反対側の横側、これが重厚部分、後ろ側に行くとこんな感じ。ここが電池を入れる部分ですね。これが重厚側、後ろ側です。ダイヤルはこのようなデザインになっていますね。ここに細かいデザインがされています。こんな感じです。下側、重厚側から後ろに行くとこんな感じ。続いて大きさ比較。比較するのはグッドストライカー。2つを比べるとこんな感じ。グッドストライカーの方が大きいですね。前側、グッドストライカーと比べると一回り小さくなっています。では続いて音声聞いていきましょう。まずは絶縁シートを取ります。ではまずは通常攻撃音から。通常攻撃音を鳴らすにはダイヤルのこの印を合わせてここのトリガーを押します。音声は1種類。ではやってみましょう。続いて VS チェンジャーとの連動音声を聞いてみましょう。まずはルパンマグナムをセットすると待機音が鳴るので、待機音中にルパンマグナムのトリガーを押すと攻撃音が鳴ります。やってみましょう。いきます。通常攻撃音とは違った音声が鳴りましたね。この状態でトリガーを押すと
同じ音声が鳴ります。これ VS チェンジャー回転させるとどうなるんだろう。やってみましょう。では回します。あ、変わらない。トリガー押してもなりませんね。では続いて必殺技。必殺技の音声は全部で3種類。手順はまず VS チェンジャーにルパンマグナムをセットした状態でここのダイヤルを回します。そうすると待機音が鳴るので待機音中にルパンマグナムのトリガーを引きます。このダイヤルを回す回数によって3段階に攻撃が変化します。ではやってみましょう。まず1段階目、ダイヤルを回すとアンという音声が鳴って必殺技音声はいただきドストライクでした。続いて2段階目、ダイヤルを2回回します。ダイヤルを回すと、アーン、ドゥーという音声が鳴って、必殺技音声は、いただき、ドストライク。攻撃音声は先ほどよりも強力になってましたね。では続いて3段階目。このままダイヤルを3回回します。ダイヤルを回すと、アン、ドゥ、トラーという音声が鳴って、必殺技音声は、いただき、ドストライクでした。攻撃音もめちゃくちゃ強力になってましたね。必殺技の後にトリガーを押すと、攻撃音が鳴ります。これダイヤルを回した後に、VS チェンジャーを回転させるとどうなるんでしょう。ちょっとやってみましょう。あ、音声変わらないですね。うん、トリガーを押しても変わりありません。VS チェンジャー側の操作は関係ないですね。ちなみに今回必殺技はランダムで違う音声が鳴ります。これ、イカ様、ドストライク。これは必殺技のどの段階でもこの音声が鳴ります。だから、ドストライクの時にやっても、イカ様、ドストライクになるんです。これ、劇中で出てくるんでしょうか？楽しみですね。続いて、マグナムモードからロボモードに変形させてみましょう。変形のさせ方は、まず、このダイヤルを90度回転させて、ここまで持ってきます。このマークに、この青いマークを合わせるわけですね。ここに合わせたらトリガーを引きます。やってみましょう。ダイヤライズの音声の後に回答変形ルパンマグナムはという音声が鳴りました。この状態になったら、この部分を後ろに展開させて、下に下ろします。こうですね。反対側も同様に、後ろに展開させて、下に下ろします。こう。最後に、
この部分を下に展開させて、これでロボモードの完成です。このロボすごいスタイリッシュですよね。ではアップで見てみましょう。顔のアップはこんな感じ。マスクをしていますね。ここはスピーカーになっています。腰部分、足部分、足が細いですね。腕はこのような感じになっています。反対側こんな感じ。横から見るとこんな感じになっています。反対側の横側こんな感じ。上側、下側、背中側こんな感じ。続いて可動範囲見てみましょう。腕は一周、横方向には上まで上がります。顔は動きません。腰も動きません。足は、膝は曲がらないですけど、足の付け根部分はここまで曲がります。ここですね。後ろは行きません。前だけですね。ここまで。続いて大きさ比較。比較するのはルパンカイザー、ルパンマグナムのロボモードの方が一回り小さくなっています。横から見るとこんな感じ。今回のロボットってこのグリップ部分が出てるのが可愛いよね。これ拳に穴が開いているので武器を持たせることもできるんです。こんな感じ。めちゃくちゃかっこいい。では次はブルーダイヤルファイターとイエローダイヤルファイターをルパンマグナムに合体させてルパンマグナムスペリオルを作ってみましょう。合体のさせ方は、腕を後ろに回してここのジョイントを使って合体させます。まずはブルーダイヤルファイターから。これで右腕の合体完了です。続いて同じように反対側の腕も後ろに90度回してイエローダイヤルファイターを合体させます。これでルパンマグナムスペリオルの完成です。イエーイ、かっこいい。上半身がマッシブになったよね。では早速アップで見てみましょう。上半身のアップはこんな感じ。腕がすごくごつくなっています。足の部分は変わりなしですね。横から見るとこんな感じ。反対側の横側こんな感じ。上側、下側、背中側こんな感じです。では続いて可動範囲見てみましょう。腕はここから回すとちょっと後ろ側にですね、干渉しちゃうんですよ、ここで。なのでこの部分から回すと干渉せずにうまく回ります。こんな感じですね。横方向には動きません。それ以外の可動箇所の変化はなしです。ちなみにこれジャックポットストライカーのマントをつけてもかっこいいよね。なんかこのままこうやって飛んでいきそう。もちろんこんな感じで他の VS ビークルとも合体可能です。このルパンマグナムの登場で本編でもルパンレンジャーのロボットとパトレンジャーのロボットの共闘が見れるようになるかもしれませんね。続いて戻し変形やっていきましょう。まずは両腕を取り外して、続いてこの部分を上に上げます。こう。次に腕部分を前に展開させます。反対側も同様ですね。こう。最後に両足を上に90度持ち上げます。これでルパンマグナムへの戻し変形が完了しました。ちなみにこんな遊び方もできます。こうやってオリジナルの遊び方ができるのもいいよね。ということで本日はデラックスルパンマグナムを紹介しました。いやー、これはすごいですね。武器で遊べて VS チェンジャーにもセットできて、ロボットにも変形できて、おまけに他の VS ビークルとも合体できるなんて、すっごいプレイバリューだと思います。ここに来てね、素晴らしいおもちゃが出たと思います。
今まで出たルパレンパトレンのおもちゃにもいいものはたくさん出てるんですけど、これはトップクラスに気に入りました。これからいろいろ組み合わせて遊んでみたいと思います。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が面白いと思っていただいた方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。